これまでの AI にはできなかった予測というのが可能になるかもしれません。言語モデルはこのべき乗速に従うので、大体の予測精度を見積まれるということになります。はい、皆さんこんにちは。AI 部長のニタです。本日は大規模言語モデルによる変化というテーマで話していきます。で昨年末に ChatGPT が登場してしばらく経ちましたが、皆さん ChatGPT を扱っていますか先日地元に帰った時に何人かの友達に ChatGPT 使ってるっていう風に聞いたら、 まだ触ったこととないいいう人もいて私の周りではまだまだ一部の人しか使っていない感じでしたで実際チャット GPT は知ってるけど使ってないという人やチャット GPT って大したことないというふうに認識してる人も多い気がします特にオープン A のサイトでは GPT-4 は有料なのでテクノロジーに関心が高くないとなかなかお金払ってまで使おうっていうふうにはならない気がします ただ、チャット GPT などの大規模言語モデルは、世界中の誰よりも知識を持っていて、24時間365日、文句も言わず働き続けてくれるので、使いこなせる人とそうでない人で、今後生産性が大きく変わっていきそうです。はい、本日は、こちらの参考文献をもとに、大規模言語モデルが起こす変化について解説していきます。AI の技術的な話も噛み砕いて説明しているので、言語モデルについてもっと詳しくなりたいという人は、ぜひ見ていってもらえればと思います。 それでは早速やっていきましょう。はい、最初に参考文献なんですけども、大規模言語モデルは新たな知能かということで、非常に読みやすくて面白い本でした。内容としては、表紙にもあるように、大規模言語モデルで何が可能なのかだったりとか、どんなリスクがあるかとか、どう付き合っていくかとか、そういったことだったりとか、あとは言語モデルの技術的な背景などが書かれています。著者の方がすごい方で、 プリファードネットワークスという会社を共同創業されていて、現在は最高研究責任者として働かれているようです。皆さんプリファードネットワークスって会社を知っていますか私も AI の仕事をするまで実は知らなかったんですが、日本のトップレベルの技術力を持っている会社になっていて、憧れている人も多いという印象ですで。著者の方は学生時代から約20年近く AI の研究をやられているようです。 で、こんなすごい方が書いた本と聞くと、まあ、なんか難しそうというふうに感じる人もいると思いますが、難しい数式とかは一切使われてなくて、かといって単純化しすぎてない内容で、AI についてあまり知らないという人だけじゃなくて、私のような AI の技術開発をやってる人も楽しめる内容となっています。今回はこの本を読んで、個人的に面白いと感じたこちらの3点に絞って話していきます。それではやっていきましょう。 まず大規模言語モデルは生活をどのように変えるかということですが皆さん大規模言語モデルが出てきてどういうふうに生活を変えていくと思いますかプログラムが少し楽になるなとか何か作る時のアイディアの壁打ちになるなとかいろいろあると思うんですが本では大規模言語モデルの登場によってスマートフォンが登場した時のようにさまざまな機能が統合する可能性があると言われています例えばスマホが登場する前は電話とか メールとかカメラとか、あとは電子辞書とかゲームとかですね、それぞれの機能を使うときに独立したデバイスをそれぞれ使っていましたよね。で、これに対してスマホが登場したことで、それぞれの端末を所有する必要がなくなって、スマホ1台で何でもできるようになりました。で、これはスマホというインターフェースを通して電話とかカメラとかいろんな機能にアクセスすることができるようになったというふうにも言えます。 で同じように大規模言語モデルは文章の要約、翻訳、執筆とか、あとは情報検索とか、プログラミングコードの生成まで、いろんなことに活用できます。まあ、なので、こういったタスクをすべて大規模言語モデルを通して行うようになる可能性があると言われています。で、スマホの場合はデジタル機器だったので、普段スマホとかパソコンを触らないという人には、サービスが届かなくて格差が生まれる原因だという社会問題になっていました。 言語モデルは対話ベースで使うことができるので、音声認識とか音声合成技術と組み合わせると、例えば電話とかでも使用できます。なので、これまで届かなかった人たちにも広く使ってもらう可能性があるということです。で一方で、大規模言語モデルにも大きな課題があります。それがハルシネーションといって、簡単に言うと、言語モデルが嘘をつくことがあるということです。でこれは知ってる人も多いと思いますが、言語モデルは入力した文章から、 次に続きそうな文章を確率的に選択しているだけなので、事実関係をもとに文章を生成してくれません。で厄介なのは、この生成する文章のクオリティが高すぎて、専門知識を持ってない人には、それが間違ってるかどうかっていうのが判別できないということですで。現在、ウェブ検索の情報を鵜呑みにするのと同じように、言語モデルが生成する間違った文章を信じてしまう人が増えていくというのが問題になりそうと言われています。 で、言語モデルは学習したデータ以外からも新しい関係を導き出せるというのがすごいところなんですが、まあ、その分間違った関係を生成してしまうということになっています。で、このハルシネーションは技術的には簡単に防げるものではありません。で、もしかしたらモデルのサイズが大きくなると解決するかもしれないというふうに言われていますが、しばらくはこのままの状態だというふうに予想されるので、 生成される文章が間違っている可能性というのを常に考えて、裏を取ったりしながら言語モデルをうまく活用するスキルが求められます。で個人的には、このハルシネーションの問題が続く限りは、言語モデルはスマホのように機能を完全に置き換えるというものにはならなくて、人の能力を拡張する補助的な役割として使われていくんじゃないかなというふうに予想しています。はい、次に、大規模言語モデルは、これまでの AI を変える可能性があるという話です。 AI に限らず何か新しい法則を見つけたり予測を行う場合っていうのは大きく分けて2つのアプローチがあります。1つが演繹的なアプローチ。2つ目が機能的なアプローチになります。で、延とか機能とか少し難しいですよね。演繹的なアプローチっていうのは簡単に言うとすでに分かっていることから特定の結論を導くアプローチになっています。例えば全ての猫は毛づくろいするという一般的に成り立つ事実があったとします。 そうすると、そこから、口で飼っている猫も手作りするというふうな予測や結論を導くアプローチになっています。なので、前提として、成り立つ事実を特っかかりにして、個別の事象に対する結論や予測を行うというイメージになっています。で一方で、機能的なアプローチというのは、個別に観測した事象から特定の法則を導き出したり、予測を行う方法になります。 例えば、たくさん猫がいて、猫 A も猫 B も猫 C も毛づくろいしてるなってことを観察したときに、すべての猫は毛づくろいするという法則を考えたりとか、あとは例えば、にゃんたっていう猫がいたら、この猫も毛づくろいするはずだというふうに予測を行うイメージになります。で、これまでの AI というと、多くのケースで機能的なアプローチによる AI が中心でした。 つまりデータとそのデータが何を表しているかっていうラベルをたくさん集めてそれを AI に入れることでアルゴリズムが自動的にそのデータから導き出せそうなパターンっていうのを発見してくれていました、まあ、なのでデータドリブンで新しいパターンを見つけていくというイメージですでこのやり方で画像認識とか自然言語処理とかいろんなとこに活用できていたんですが実際の現場ではデータの量がそんなになかったりとかデータの網羅性が低くて AI の予測精度がなかなか上がらないということが結構あります また、機能的なアプローチの場合、基本的にはデータからしかパターンを導き出せないので、人間が持っているような常識とかは一切使えません。例えば、先ほどの例で言うと、虎猫のデータを大量に集めてきて、虎猫は毛づくろいするという予測ができたとします。じゃあ、白猫はどうでしょうかっていうふうに聞いたときに、 人間の場合だったら、まあ、虎猫と白猫は同じ猫だから毛繕いするでしょっていうふうに思っても、機能的な AI では、虎猫のデータからしか学習をしてないので、予測ができないというイメージです。で、こんな感じで、機能的な AI には制約があって、人間が持っている情報を組み入れるアプローチっていうのも一部あるんですが、簡単にはできなくて、AI にすでに分かっていることを組み込むというのは、なかなか難しい課題になっています。 で大規模言語モデルは、演疫的なアプローチと機能的なアプローチのギャップを埋める可能性があると言われています。言語モデルは、膨大な量の文章を学習しているので、人間がこれまで蓄積してきた知識とか経験を持っています。まあ、なので、機能的な AI を開発するときに、扱うデータがどのようなデータなのか、すでに分かっている事実関係や常識などを、言語モデルを通して抽出して利用することができれば、 演劇的なアプローチと機能的なアプローチを組み合わせた予測ができるようになる可能性があります。これができると今後、これまでの AI にはできなかった予測というのが可能になるかもしれません。はい、次に言語モデルはべき定速が成り立つという話になります。皆さんべき定速っていう言葉を聞いたことありますか例えば地震の発生頻度とマグニチュードの関係っていうのは 特定のべき定則に従っていると言われていて、発生頻度の対数を取ると、まあ、こんな感じで綺麗な直線の関係で表せると言われています。で、べき定則に従うということがわかれば、例えばマグニチュードが1上がると、それはどれぐらい発生頻度が低くなるかということを予測することができます。で、人口とか所得の分布とかもですね、こういったべき定則に従っていると言われていて、自由に生きてるはずなのに、特定の分布に従っているってすごい不思議ですよね。 で、それが今回の話とどう関係するのってことなんですけども、言語モデルにおいても特定の条件下でこのべき乗則が成り立つということが研究で示されています。で、こちらはオープン a i の研究者たちが2020年に出した論文で、計算量や学習データ、あとはモデルのパラメータの大きさと予測精度の間にはべき定の関係があるということを実験的に示しています。 こんな感じでえ、各点がそれぞれの条件での実験結果なんですけども、めちゃくちゃ綺麗な直線関係になっています。だから何ってことなんですけども、簡単に言うと、学習するデータの量とか、モデルのサイズとか計算量を上げていけば、予測精度がどんどん上がっていくと。しかも、だいたい予測精度がどこまで上がるかっていうのも、実験をする前に理論的にわかるということを示しています。 で、これはすごいことで、これまでは AI のモデルを開発するってなったら、実際にデータを集めて学習してみて、初めて予測精度がわかるというものだったので、企業からすると投資する際にリスクがありました。しかし、言語モデルはこのべき定則に従うので、投資をする前に大体の予測精度を見積まれるということになります。で、注意点なんですけども、これはあくまでも特定の条件下。具体的にはトランスフォーマーというモデルで、次のトークンを予測するという自己回帰型のタスクにおける精度の話になっています。 なので、必ずしも対話の質が向上するというわけではないと思いますが、他のタスクでも性能が向上するということが観察できているようなので、企業からすると投資判断が行いやすくなるということでした。また、モデルのサイズを大きくしていくと、双発という現象が起きるということがわかっています。で、この双発っていうのは何かっていうと、 モデルのパラメータが数十億単位ではできなかったタスクが数百億とか数千億っていうふうにモデルのパラメータを大きくしていくと急にそのタスクを解けるようになることを指しています。で、こういう創発とかべき除足っていうのは現在のモデルの規模になっても成立していて上限がまだ見えていないようなので今後もさらにモデルが大規模化していくということが考えられています。で最近では GPT-5 が商標登録されたと話題になっていましたが さらに大規模化して、モデルがどうなっていくのかっていうのは、すごい楽しみですよね。はい。以上で、本日の動画を終わりたいと思います。どうだったでしょうかすごい面白い内容だなっていう人もいれば、もうちょっと知りたいという人もいると思うので、興味がある人は、概要欄の方に本のリンクを貼っておくので、覗いてみてください。はい。この動画が良かったなっていうふうに思う人はえ、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えそれではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。